はい、モデビューやっていきたいと思います。いよいよラストの月ですね。ちょっと一回プロダクション行っときましょう。まだ大丈夫だよね、セーブね。あれ、スケジュールが合わなくて全然会えないね。今どんどん人気が上がって忙しそうにしてるし、僕も海外に出た分取り戻さないといけないから。最高、それデートしよう。あら、デート中スバルがスマホの写真見せてくれた。この笑顔を僕が引き出したんだって思うとすごく誇らしくなるよ。この子たちの笑顔は僕の大事な大事な宝物。うん。え？僕にとってとても大切なもの。あらあら。この写真を見ると幸せな気持ちになる。とっても元気になれるんだ。それだけじゃなくて、この写真は僕に夢をくれた。僕にとってのゆうたちゃんはそうだ。あら。あら、すごい。俺たちを笑顔にできる一番の男になりたいっていう夢、好きだよってついに言ってきた。どうしよう。あー、困るね。好きって言われてもちょっとどうしたもんかね、本当に。あ、仕事終わり、ソータに認められた。ここに来ればやると思った。聞いて驚くね。今度俺のメジャーデビュー。おめでとう。サンキュー。喜んでくれると思ったぜ。実は最近自分の歌とダンスを動画サイトにアップしててさ、それが大手事務所の目に留まって今日オファーが来たんだ。ずっと応援してくれたユウトに一番伝えたくて。それでこの後ちょっといいか。うわ、何、行く行かないって。行くよ。これさ、セーブだってお仕事埋まる前だもんにしろって言ったもんね。このサメでも連れてきて悪いな。これがガキの頃絶対夢を叶えてみせるって誓った場所なんだ。どうしてもこのお前に言いたいことがあってさ。あらあらあら、壁ドンしてるよ。壁ないのに外から引き寄せられた。何度も言ってきたが、俺は絶対世界一のボーカリストになる。その時まで、いや、その後もお前にはこの俺の隣にいてほしい。なんでって、惚れた女にはそばで応援してほしいもんだろ。いいね、惚れた女って言い方好きだな。人向きで頑張りやれ。でも負けず嫌いなよ。わ、付き合ってくれってどうすんのよ。ちょっとこうでするわよ。でもさ、もう最後でしょ。こうでもちょっと本気出そうね。ガーリーねフリルなワンピース、フリルなワンピース、フリル、フリル、フリル待って、フリルってあんまなくない？フリル、待って、フルーツ柄とか超いらない。うわ、ダサい。これはダメ。最後にふさわしくない。これはありよね、うん、これはダメだね。あ、ちょっとこういう服装もしてみたかった感はあるけど、私が好みだからこれにするね。フリルなワンピースにパンプスを使ったガーリーなコーデでしょ。パンプス、そう、真っ白白いよ今回の私は。白いねいや、これは普通に、ちょっと待って、これはダメだよね。これでいっか、こっちの方がいいよね。え、あ、以上、以上か、指定されてるのは以上だから、こちらのカバンを持ってね、ちょっとおしとやかにいきましょう。そうね、首もちょっとおしとやかにいきましょう。耳もつけさせてもろて。で、頭ね。頭。え、ありじゃないこれ。ほら、なんか、どっかのお嬢さんって感じ。どっかのお嬢さんって何っていう。結構冒険してるよ、私にとって。
しては、うん、あ、これこれ、はい、新しい自分発見コーデ、新しい自分発見でしょう。なんかちょっとちょっとキラキラとかした方がいいんじゃない。すごくキラキラっていうかちょっと鬱陶しいよね、もはやね。キラキラ、キラキラっていうかなんていうかって感じよね。あ、これかわいい。これでモデルをでかくして、タイトルはまあいいや。なんか入れる？何がここに合いそう？ラブラブ、何これ、大丈夫？文字いらない説出てきたよね。はい、いやー、かわいいって、あざとかわいいって、ありがとう。さあどこ行こう、駅前ビル。すごいんだよ、大ニュース。僕の映像が使われたドキュメンタリー版、え、ドキュメンタリー版じゃなかった、映画なんだ。へえ、よかったね。うん、ダイビングは続けた方がいいって。まあそういう仕事もあるしね。うん、まあ、待ってるかどうかわかんないけどね。オーディション合格祝って乾杯。自分で自分のことを名前で呼んでちゃん付けやめた方がいいわよ、本当に。本当かって、よかった。夢見てるみたいだよ。これをみんな言うとか、君のアドバイスしてくれたおかげだよ。まあね、そうか、それは忙しいわね。うん、やっぱみんなそれぞれ、それぞれなのね、もうここまで来ると。そっか、でもこれをあげたくて。何、かわいい子猫のグッズもらった。あなたはね、あら、まあまあいいけどって上から、はい、レースのトップスとチェックのプリーツのミニスカで9。難しくない？また出た難しいやつ。最近難しいの多いんだから。レースのトップスと、とりあえず先にじゃあレースのトップスとを見に行こう。レース、え、これダメじゃない？季節感がない。え、これじゃん。じゃあ色使うか。そうだね、色使っていきましょう。黄色とかちょっと挑戦じゃない。プリーツのミニスカート、え？プリーツ、間違えた、こうで、はい、ん？チェックのプリーツ、これチェックなの？一応チェックらしいよ。あ、でもこれ春っぽくてよくない？うん、ありだと思う。あとはキュートね。よし、ちょっと春っぽいコーディネートですよ。そうね、お花とかつけたら春っぽいんじゃない？え、可愛くない？私がやってると思えない感じがする。そうね、
アクセもちょっとお花っぽいのとか、これでしょう、うん、優勝。花つけて、ヘッドアイテムなんかあるかな。そうね、ハートつけとく無難にハートつけときましょう。はい。え、何？待って。あ、ミニスカだったわ。これだから要するにさ、キュートっていうワードはいらないってことだろうね、多分ね。多分プリーツっていう条件だけ入れて、スカートを見た方がいいんだろうね。そっか、え、春っぽいコーデにしようと思ったんだけど。どうしよう。え？レースのトップスが死んだんだけど、どうしよう。ラララララ、レース、レース、はい、レース。見てこのもうさ、さっきまでやってたのもうガン虫、ほら。もういっちゃうからね、このまま。首の緑がもうなんかあれだよねなんか悲しい。なんかさっきの緑色のスカートの方が可愛かったよ。イケてる女、イケてる女子のパーフェクトコーデ、嘘だよパーフェクトコーデこれでいいの？白にしちゃうからね。デコフレームで可愛くちょっと彩っていきましょう。え、可愛い。可愛いぞ。デコパーツなんかもはやいらないよね。これが可愛い。愛してるよって言われたら困るよね。私さっきからちょっとメンズに結構ちょっとこうアプローチされてるから、なかなかちょっとね。黒のロゴトップスと黒のパンツ、ありがとね。なんか最後の最後で私が好きそうなのをわざわざね選んでいただいて本当に申し訳ないです。もうだって全部黒じゃん言うてね、全部黒でいいってことでしょ。ありがとうね、本当に。気使ってくれてるよね、なんかね。黒のパンツ。この中だと、結局これが使いやすいなって感じ。うん、ロゴね。あー、かわいいなー。かわいいよね。え、でもだったらこっちの方が、あー、いや、これだな。みんな、ちょっと着といたら一応。で、あ、かわいい。いや、完璧だね。私の好きなコーデをさせてもらってるだけよ、こんなの。でもちょっとないわね、ごめんなさい。 いや、いらないね。ドーン。なんだかんだ彼女とは揉めたけど、やっぱ最後に黒にしてくれるあたりは本当感謝だよね、うん、ありがとうねって感じ。表紙なんでね、あんまりいじんない方がいいと思うのよね。オーラはつけときたい。もうデカデカと。嫌だ、こんな人。
絶対嫌なんだけど。猫フレーム入れるとさ、なんかほら変になっちゃうから、これはもうこのままだよね。さすがにこのまま、やばい、かわいいどうもありがとう。で、仕事する前に多分セーブした方がいいんだよね、多分ね。あ、次最後テレビか、仕事。ちょっといい？ゲームの仕事、大丈夫？すごい。新しい生き方をとかも、重くない？ちょっと重いわよね。なんかやっぱほらみんな最後だからってすごいなんか重い感じに言ってくるの困るわね。楽屋ちょっといい？応募した俺の小説なんだけど、え、なんか大賞取った、おめでとう。ちゃんと言わないとな。え、付き合う、すごい、もう写真だよね完全にね。今回書いた俺の小説、主人公は一人の男の子なんだ。人に興味がなかったそいつが一人の女の子になって成長する話、あら、あのことを考えながら書いたんだ。俺にとってあんたは特別、俺はあんたに会って変わることができた。あらあら、これからも俺と一緒にいてほしい。できるこの先もずっと、この意味わかる？わかるよ、何言ってんのよ。どうしよう、ちょっとこれ何、みんそれぞれの絵で見れるよね、大丈夫？マックスでしょ、マックスじゃないんだよな、ここ二人。大丈夫？昔から動画アップしている。一回しょ、セーブ、セーブ、セーブ。え、セーブってどこ？オプションか。いや、私基本的にオートセーブしかしてないからさ。今のでいいんだよね、多分セーブしたもんね。いいよね。大丈夫だよね。怖い怖い。え、待って、でもオートセーブちょっと一回オフにしてみて。あ、こうしたら自分でセーブが出るんだ。なるほどね。よし、これでいいや。いきますよ、最後の仕事。歌番組、まさかの歌番でした。はい、制服を使ったスクールコーデ。おー、任せなよもうあれだよね、普通の女の子に戻りますって違うけどね彼女モデル辞めるわけじゃないもんね。どっちにしよう、こっち？スクールでしょ。いや、でも最後は自分に素直に黒でいくわ。いいんじゃない？あ、いいよ。最後メガネしてみる。ありじゃない？はい。あ、いいよいいよ。ママに同じコーデ買ってもらう。これ制服だよ。大丈夫？お疲れ。プロダクションも有名になってたくさんのお仕事来るようになったわ。今海外からもたくさんオファーが来てるの。ニコラは今日で卒業だけど、これからは世界があると思ってるわ。あらあら、よろしくすごいわね、今ね、びっくりしちゃった。来月から韓国に行くよ。応援してくれる、まあ、まあ、あ、これ全員出てくるのね。そっか、この子は下だもんね。下だもんねって言うとあれだけど、そうだよね。編集部に挨拶に行ってね。オッケー。あ、自動だ、こっからもう。いや、ちょっとやっぱスミルとぶつかったよね、いろいろとね。後半、本当にね。疲れ。
日月が真面目な態度を崩した。あら、そうだね、アニメ好きっていうのを私の前でだけだったもんね、確かね。で、最後までアリサとあんまり距離が近くなかったわよね。これで、これで選べるってこと？3人分見たいよね。1人目誰にする？ 1 人目やっぱ王道でスバルで行くか。そうだね。明日から海外に行くからどうしても俺たちに会いたくて。断るとかあるよ。受ける、大事にするからね。あら何これスバルの活動が世界に認められ、いくつもの国の親善大使に。すごい、何これ私はモデルやショーの仕事で世界中を忙しく飛び回る毎日。2年後スバルの人生がストーリーになったハリウッド映画の決定。すごいね。あら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 。さらに私はその映画のヒロイン役を務め、世界での2人の共演が実現。すごい円満なルート行ってるわね、あんたたち本当に。俺たちはこうして夢のような幸せな毎日を過ごしている。待って、すごくない？この2人がこういうポーズ、すごい。まあ、でも最後の挨拶みたいなのはまだしないでおきましょう。残り2人も見たいので。個人的に、待って、めっちゃ可愛いうさぎの耳してんの、めっちゃ可愛い。そうね、最後誰で行こうかな。いおりを最後に持っていこうかな。やっぱり一番好きだからな。もう終わっちゃったってことがもうびっくりだわ、ほんと。飛ばせないもんね、これさ。次の時困るよね。あ、短いね、でも。待って待って待って、これどうなんの、セーブって。自動セーブ切ったからセーブかかってないから大丈夫だよね。あ、いける。ただ仕事をさ、してないことになってるわ。そうだよね、仕事をしてそのままだったもんね。で、ちょっとさっきと違う制服にします。そうだよね、まさかのこれ私は3回やることになるよねまあいいでしょう。言うて制服2個しかないんだけどね。これだったら白がいいな。でもこっち、これありじゃない？これかわいいよね。で、靴下はこれ、ピンク？ピンクだね。頭つけて、バッグ持って、え、バッグいらんな、テレビだもん。はい。しすぎるって。どうもありがとう。よし、ちょっとここら辺はもうざっくり飛ばしていきますよ、パンパンパンと。よし、じゃあソータでいきましょう。ちょっとどうなるんだろう。ありがとう、ソアニキ。どうしてもお疲れ様って言いたくてさ。俺が言いたいのはそれだけじゃなくて、かわいい、前他の男に取られたくないんだ。受ける、やったー、だって可愛い。そのために世界一のボーカリストになる、約束する。あ、いいねいい写真。ソータはその才能がみんなに認められ、海外でも活躍するアーティストに。すごいじゃん、これさっき見たわね。何これ。それから半年、ソータのもとに世界ボーカルフェスティバルの出演依頼が。順調ね。あ、すごい。確
シャ・ソータと一緒に世界的ミュージシャンとも共演。あらあら、私たちはこうしてみんないいわね、なんか、あ、いいわね、なんかね、平和ね、みんなね。まじで写真撮っちゃった。じゃあちょっとカットで、はい、ラストですね。イオリ行きましょう。そう、イオリくんよ、うん、やっぱイオリの服好きなんだよな。来月からしばらく海外で仕事だって聞いて、しばらく会えなくなる前にもう一度ユタに会いたくて、あの気持ち伝えたよな。あなたがどこに行ってもあんただけを見てる。あら、あ、俺だけのものにしたいんだ。あら、受けるよ、そりゃ。一緒にだ、一生大事にするって言われたい。あ、いいんじゃない。その後、イオリは俳優と作家の2つの顔を持つ世界的有名人。おお。それから1年、イオリの書いた小説が舞台に。ああ、いいんじゃない。さらに私もその舞台のヒロイン役で世界での2人の共演が実現。いいなはい、ということでですね、モデビュー、パートなんでしょうね、今ね30は超えてるもんね。だいぶ長いことねやってきましたが、本日で最終回となります。いや、本当に思ってた倍面白かった。いや、めっちゃ可愛い、本当に。そうですね、ちょっともっと出てほしいね、ほんとスイッチでこういうファッション系のゲームね。現状出てる分はもうこれで遊んだもんね。まあ、また何かね、こういう着せ替え系のゲームだったり、女子向けゲームというか女の子向けゲームやっていきますのでね、まあ、何かしらでまた見ていただけたらなと思います。はい、ということでですね、今回はですね、これでこの画面がいいかな。はい、ということでこれで終わりたいと思います。本当にここまで見ていただいた方々ありがとうございました。あと何かでお会いできたらと思います。では本当ありがとうございました。バイバイ。